舞伎の創始者は一体誰じゃろうか。そうじゃそうじゃ、の元となったと言われている踊りは次のうちどれじゃ。そうじゃの、音楽の音階ドレミの元ができたのはいつのことじゃ。確かにそうじゃの。神を祀るため演奏する舞楽神楽、その起源とされておる舞を舞ったのは誰じゃ。原点一私たちに伝承される「ゆうから」とは本来どういう意味のある言葉じゃろ。そうじゃそうじゃ、男女の恋愛などを即興的に歌った7775の4句26文字の俗用といえば何じゃったかの。悲壮や田園といって思い浮かぶ番号はいくつじゃね。それはないじゃろ。忍笛と呼ばれる笛には一体穴がいくつ開いているかの。原点一った。陣太鼓というのは一体どういう時に鳴らす楽器じゃね。そうじゃそうじゃ、
マナリを探しておるんじゃろ。居場所を知っておるぞ。約束じゃから教えてやろう。カムイコタンの外れの森へ歩いて行くのを見たぞ。何をする気じゃろうな。遊んどらんで歌の練習の一つもすればいいのにな。誰にも聞いてもらったことはなかったから。
がここで練習してること誰にも言わないで。お願いね、恥ずかしいから。お願い。私の声をかき消してくれるから誰かに聞かれることもないだろうって。そう思うと恥ずかしさを感じなくなれるの。どうしてだろうね。昔はね、少しくらいなら人前で歌えたのよ。でもいつの頃からかダメになっちゃって。そうだね、聞いてほしい人は一人いるよ。その人のために練習してるんだもん。秘密秘密、絶対秘密。だけどその人にはいつの日か歌を聴かせてあげたいよ。歌に乗せて思いを届けたい。曲に乗せるからこそ届く思いってあると思うし。私は歌が好きなの。いつか私の中の思いを伝えることができたらなって夢見てるの。でも治るのかな。私本当にダメなの。人前に出るとね、頭の中が真っ白になっちゃうの。下手をすると前後の記憶までなくなってることだってあるくらい。もうすっかり慣れちゃったけど。ありがとう、ミカト。私のことを心配してくれて。よーし、頑張ってあがり症を治すぞ。おっ、素敵だもんね。歌詞があったらいいなって思ってたの。ナコルルが教えてくれたの？じゃあ分かってるところまで歌詞を教えて。一緒に曲の再現もしちゃおう。
的な歌詞ね。こういう素敵な歌に出会うと嬉しいな。私は歌えないけど。やめてよ、ミカト。恥ずかしい。ダメ。ごめんね、ミカト。怒った？ありがとう。本当にごめんね。白く霞む雪の森に、運命の恋が降ってきた。見てるし。するくらいなら、その堂々と聞いてていいよ。そんなに見つめないで。世界で姉様の次に可愛いの。
も覚えて歌ってね。全世界のリムルル大好きっ子の皆さんだよ。してたらさ、昔の着物がたくさん出てきたから直してるんだよ。ちょっと、やっぱりそうだったのかって顔でこっち見るんじゃないの。アホタレな想像してない？誰がだ！そうじゃなくって、私も姉様も子供の頃は男の子として育てられたの。その頃の服だよ、これ。あんただって知ってるでしょ？可愛けりゃ当然だよね。ま、そういうことで味方を感謝しなさいよね。この着物、全部あんたにあげる。あんたもしかして喧嘩売ってる？私はもう大人なの。あら、でもリムルル、まだ似合いそうじゃない？ひどいよ。私はもう立派に成長したってば。ごめんね。ブと、今なんか笑ったでしょ。嘘だ。年下のくせに私のこといかにも子供っぽいとか可愛いとかそういう生意気なことを考えてた顔だ。ミカト、ちょっとリムルル、ダメよいじめちゃ。着物をあげるのはいいわね。ミカト、あんまり服を持ってないし。だけど、古くなりすぎてないかしら。大丈夫だよ。ほころんだところを縫ってあげるから。私ってばこういうの得意なんだよね。さすが。これから私のことを、綺麗で頼れるお姉様と呼ぶがいいわ。ことができて嬉しいのね。めんどくさい。味方、あとやっといて。私、こういうちまちましたこと嫌いなのよね。しょうがないわね、リムルルは。味方、私がやってあげる。